木村洋介、銀行員、今日が誕生日。こいつ何やったんですか？聞くなよ。俺が知るわけないだろう。君の事件は知っている。とてもよく、みんなが注目している。あなたたちは？あなたと一緒よ。被告人なの。犯罪者。違う、犯罪者じゃない。とぼけなくてもいいですよ。あの人たち、私のところにまで聞きに来たんです。最初は何かの間違いじゃないかと思った。そうですよ、とんでもない間違いなんですよ。あなたは無実よ。え？うそ。俺はカラス男。俺には何でも見える。意地悪、卑しいの、怠け者、罪人。原因があって結果がある。全て結果がついてくるんだ。お前みたいな奴ら、そのことを全く分かっていない。あんたのファイルが消えることだってあり得る。空気がムッとするのです。巨大な哺乳動物でもいたみたいだ。我々は常にあなたを審議してます。眠っている間でさえもね。それでは閉廷します。